皆様大変お待たせいたしましたこんにちはお忙しい中ご視聴いただきまして誠にありがとうございますただいまよりリニア駅ができる町飯田リニアの駅ってどうなるの実施設計の成果発表会を開会いたします私は前回に続きまして司会進行を務めますクリエイティブディレクターの佐々木久美子と申しますどうぞよろしくお願いいたします 本日は飯田駅前、丘の上ユイスクエア2階のムトスプラザのホールより配信いたしております。本来なら多くの皆様に会場でご観覧いただきたいところではございますが、新型コロナウイルスの感染症の状況を踏まえまして、オンラインにて配信させていただいております。内容につきましては後日、飯田市のホームページよりご視聴いただけますので、ぜひご覧いただければと思います。 それでは本日説明いただきます先生方をご紹介いたします。はじめに都市づくりパブリックデザインセンター評議員小沢一郎先生です。小沢先生は報告会、意見交換会から引き続いてのご出席、ゆいの広場次世代インフラプロジェクトのチームリーダーでいらっしゃいます。本日はオンラインでのご参加です。小沢先生、よろしくお願いいたします。 はい、小澤です。よろしくお願いいたします。はい、オンラインの参加になりますが、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。続いて、建築家、東京芸術大学名誉教授、北川原敦先生です。北川先生も、報告会、意見交換会から引き続いてのご出席。ユイの広場トータルデザインプロジェクトのチームリーダーでいらっしゃいます。本日は会場にて解説をいただきます。 北川原先生よろしくお願いいたします、えー、皆さんこんにちは北川原ですよろしくお願いしますここで本日の実施設計成果発表会開催にあたりまして飯田市長佐藤武氏よりご挨拶を申し上げますはい皆さんこんにちは飯田市長の佐藤です、えー、本日はリニア駅のできる街飯田のお 駅周辺整備土木の実施設計の成果発表会ということでご視聴いただきましてありがとうございますこの成果発表会ですけれどもこれまで令和元年にリニア駅周辺整備の基本設計をまとめてから実施設計あるいはプロジェクトチームでの検討を進めてまいりましたそして今年度に入りましてその報告会あるいは意見交換会ということで 多くの皆様からご意見を頂戴してきたわけですけれどもその頂い,いたご意見を反映する形でこの度土木の実施設計を取りまとめたということでまその成果を本日発表させていただきますいろんな方々のいただいたご意見がまどういう形で反映されたかぜひご覧いただきたいというふうに思いますこのあとリニア駅の周辺整備につきましてはこの 土木の実施設計に、えー、伴って、えー、今度は上物を考える上物というのは建設物を作るかどうかどんなソフトをこうそこで展開するかそういうことを考えていくという段階に入っていくわけですけれども、まあ、今日はそのベースになる、えー、土木の実施設計の成果発表ということですので是非、えー、皆さんにはご覧をいただいてその今後の利用に向けた、まあ、イメージを 膨らませていただければというふうに思っていますどうぞよろしくお願いをいたしますありがとうございました今市長の方から話もありましたけれどもリニア駅周辺整備については2017年以降ワークショップなどの場を通じて市民の皆様と議論を重ねてまいりました2019年にはこちら 飯田リニア駅前空間デザインノートを取りまとめこれをベースにさまざまな検討を進めてまいりました今年度に入ってからは検討内容に関する報告会を5月7月の2回にわたって開催をしその報告に対してお寄せいただいた意見やご質問にお答えする意見交換会を9月に開催いたしました 本日の実施設計の成果発表会はいただいたご意見にどう対応し土木に関わる実施設計としてまとめてきたかについていわば成果として発表したいと考え開催しているものです。佐藤市長とはいえ、この実施設計 K という言葉なんですけれども私一市民としては聞き慣れない専門用語という気もしたんですけれどもどんな意味なんですかはいえっ、ー、とですねうんと、えー、まあ家を建てる場合を少しあの想像していただければと思うんですけれどもまあ家を建てようとするときに、えーまあ、こんな家にしたいなっていうまあそういうあの、えー 考えをまとめる段階があると思うんですけれども、まあ、それがあの基本構想というような段階になると思うんですが、えー、それをじゃあどういう形でこう、えー、間取りを取って、えー、1階と2階どんなふうにしていこうかなそれの大体の姿をこうまとめるのがまあ基本設計だとすれば、えー、その次いよいよこれを工務店の皆さん大工の方々に作っていただくのにこういう図面でいきますよ まあその段階までもうあのいよいよ工事に書か,かれるよっていう段階まで書き込んであるものが実施設計とということになります今回は土木の実施設計っていうことですのでその地面の部分ですねどういう侵入路で入ってきてどういうところに駐車場を配置してっていう、まあ、そういうあのインフラ部分土木下敷きになる部分の えー、その工事にかかれる段階まで設計が進んできたそういうふうに捉えて頂ければと思いますなるほど分かりましたそれでは早速成果発表に入っていきたいと思います土木,部門土木部門の実施設計の成果は5つのテーマでお伝えしますテーマ1ではこれまでのおさらいとしてリニア駅前空間の概要についてテーマ2では その後駅前空間を機能別に3つに分けテーマ2では交通広場エリアテーマ3では駐車場エリアテーマ4では交流広場コミュニティ広場についてそれぞれ説明いたしますテーマ5ではそれぞれの内容を統合しリニア駅前空間のイメージをパースとしてご覧いただきます そして最後に「リニア時代のまちづくりに向けて」をテーマに小澤先生北川先生そして佐藤市長の3人でのトークセッションを予定しておりますそれではまずリニア駅前空間の概要からご覧ください最初のテーマ1ではリニア駅前空間の概要について3つの項目で説明します まず、リニア駅ができる場所を一図でご確認いただきます。次に、リニア駅の構造や改札の位置などのリニア駅の概要を解説します。そして、リニア駅前空間のこれまでの検討結果を踏まえたマスタープランの平面図をご覧いただきます。こちらがリニア駅の一図です。画面上側が北。 左右が東西となっていますリニア駅は画面中央の赤印ですその周辺のクリーム色がリニア駅周辺の整備エリアであるリニア駅前空間となります駅1から左右に伸びる水色の点線がリニア本線ですリニア駅前空間は国道百五十三号や 県道市場桜町線。さらには上里地区と座高自地区の境となる。土足側に囲われるエリアとなり。整備を計画している面積は六点五ヘクタールとなります。続いてリニア駅の概要についてご説明します。ご覧いただきます通り、リニア駅区間は高架橋構造で計画されています。 上の図は、リニア駅を南側から北側へ望む方向で、横から見た図面、真ん中はリニア駅を上から見た図面、下の2つの図は、真ん中の図の A と B の2箇所を切り口とした場合の断面図です。A のの位置がが、が駅舎の概ね中央となる場所でですがここでは幅が40メートル、 高さが19メートル程度となります真ん中の平面図の中央に黄緑色で示す範囲は飯田市にて活用を予定している高架下空間となります続いてテーマ1の3つ目の項目として平面図で周辺整備の主要な施設を説明します 赤の点線は北側と南側の交通広場となります。主にはリニアをご利用される方が、バスやタクシー、自家用車などでお越しの際の乗降場などとして整備をしていきます。青の点線が3カ所の駐車場です。北側には北側駐車場1、北側駐車場2があり、 南側には、主に交流広場やコミュニティ広場を利用される方向けの駐車場を整備していきます。緑の点線が北側多目的広場で、平常時には広場として、繁忙期には臨時駐車場として利用することも想定しています。黄色の点線が交流広場となります。 リニア駅・高架下空間を中心に、北側と南側にそれぞれ配置しています。最後に、白色の点線がコミュニティ広場となり、沿路によってコミュニティ広場1とコミュニティ広場2に分かれています。はい。続いて、駅前空間を機能別にエリアごと説明していきます。 テーマ2は、交通広場エリアです。テーマ2では、交通広場エリアに関して3つの項目で説明します。まず、交通広場を利用される方への利便性と安全性について、次に、今後需要の増加が見込まれるレンタカーやカーシェアへの対応について、最後に、 EV 等の活用を想定した新たなモビリティへの対応と以上3項目を説明しますまずは交通広場エリアについて配置図で場所をご確認ください赤色の点線で表す北側交通広場は自家用車、バス、タクシーなどを使ってリニア駅に来たときに乗り降りしたり 待機したりする機能を持つエリアになります続いて赤色の点線で表す南側交通広場は自家用車、タクシーなどを使ってリニア駅に来たときに乗り降りする機能を持つエリアになります交通広場エリアの利便性と安全性について説明します報告会などを通じてリニアに乗る前や降りた後に できる限りスムーズに自家用車やタクシー、バスに乗り降りできるようにしてほしい、車の乗降場所や歩行者の通路について、歩行者の安全がしっかり確保できるようにしてほしいなどのご意見をいただいており、これらを踏まえた対応として、乗降・駐車場所に関しては、高低差や移動距離等の観点を踏まえて、車椅子利用者や 要配慮者を優先しながら、バス、タクシーや自家用車の利用者にとって利便性の高いエリアとなるよう整備する、保車分離を明確にし、横断歩道も見通しがきくなど、子どもからお年寄りまで安全に利用できる交通広場を整備するといった方針をもとに、このエリアの実施設計を進めました。北側交通広場では 自家用車、タクシー、乗り合いバス、観光バス、高速バスなど、様々な手段でご利用される方、どなたにも対応できる機能を備えます。自家用車乗降場の北側にある短時間駐車場には、東西に車の展開スペースを設け、駐車しやすいレイアウトとしています。また、短時間駐車場内に、 福祉車両の駐車区画を4台分設けています。続いて、バスやタクシー、自家用車から降りた後の人が歩くルートをお示しします。それぞれの乗降場から改札口や高架下空間に向かう歩行者のルートを桃色の線で表しています。この歩行者のルートに木造の大屋根が配置され、 駅の改札口まで雨に濡れることなく平坦な道を歩いていくことができる天候バリアフリーが確保されています次に南側交通広場について説明しますここでは自家用車や福祉車両タクシーで利用される方を想定しています南側のリニア駅前線から進入し ロータリーを時計回りに一周して出入り口に戻る形になります。ロータリーのタクシー利用者乗降場を過ぎて改札口に一番近い場所に福祉車両の乗降場が配置されその南側に自家用車の乗降場があります。桃色の線は自家用車やタクシー等の それぞれの乗降場から歩く人のルートを表しています。こちらも木造の大屋根を設け、乗降場から雨に濡れずに硬化した空間へ行けるように、天候をバリアフリーとなっています。続いて、交通広場エリアのレンタカーやカーシェア等への対応について説明します。報告会などを通じて、 観光面やビジネス面からは公共交通機関だけでなくレンタカーやカーシェアリングでの移動も想定すべきこれらを使い勝手よく利用できるようなスペースの確保と運用を考えてほしいなどのご意見をいただいておりこれらを踏まえた対応として需要増が見込まれるレンタカー、カーシェア等についてはリニア駅前空間内に 新たなスペースの確保を検討するリニア駅下の高架下空間内でのコンシェルジュ機能の拡充等を検討しながら利便性の高い運用を目指すといった方針をもとにこのエリアの実施設計を進めましたモビリティに関する技術革新のスピードを考えるとむしろ常に変化が起きていくことが当たり前であると考えられます リニア駅前空間にも、こうした将来の変化に柔軟に対応できるような可変性を備えることが求められます。リニアで来訪された方が、レンタカーや現在、普及が加速しているカーシェアリングで移動する状況が増えていくことも想定され、こうした状況に柔軟に対応できるように、地下式調整地の上部をレンタカー、 カーシェアリングなどのスペースとしたいと考えています。予約機能を利用して、レンタカーやカーシェアリングなどを活用する場合に、この場所からスムーズな乗り継ぎを行うことができます。また、交通広場内の短時間駐車場に確保している福祉車両専用の駐車場も、現在の計画では2カ所の道路横断が必要になりますが、この場所に移行すれば、 平坦かつ直線的に移動でき、木造の大屋根をかけることで、天候バリアフリーにもなります。現段階では、あくまで家庭にすぎませんが、今の内容をイメージしたものを図としてお示しすると、このようになりまますすこののの図はまだ案の段階ですが警察ととと関関係機関との協議を重ねていいいきたいと思います。 続いいてて交通広場エリリアのの、e、EV 等新たなモビリティの対応について説明します報告会などを通じて環境や防災のことも考えると電気自動車 EV への対応を充実しておくべきだと思う今後さまざまな新しいモビリティの登場が予想されるので使い方や場面を想定して 柔軟な対応ができるようにしてほしいなどのご意見をいただいており、これらを踏まえた対応として、EV 普及への対応や災害時における EV の活用を想定し、EV ステーションや蓄電池設備等の設置を検討する。北側交通広場内のバスの駐車場利用を中心に想定しているエリア、多目的空間については、 次世代モビリティの普及等による将来の変化にも対応できる整備とするといった方針をもとにこのリアの実施設計を進めました EV 等への対応として EV 自動車の充電ステーションをできれば3カ所程度設置したいと考えていますまず北側駐車場1の南西には送られてくる電気の電圧を下げるための 受変電設備であるキュービクルや、大容量の充電が可能な蓄電池の設置を想定している機械室付近を検討しています。機械室付近に設置することで、ステーションへの配電も容易となります。続いて、北側駐車場二の南東側です。こちらについては、将来の EV の需要が高まった際の 充電施設の増設場所として検討しています最後にバス待機所である交通広場内の北側に位置する多目的空間内の西側ですこちらについては EV バスに対応したステーションの設置を検討していますまた今後の状況を見据えて水素などのクリーンエネルギーを供給する エコステーションの必要性も併せてて検討を進めていきます。5月の第1回報告会で、二次交通の説明の際に触れた、立ったままで乗車する電動キックボードや、座って乗車する原動機付き歩行補助車、さらにはコンパクトで小回りが利き、遠隔操作の自動運転の実証実験が行われている、 超小型モビリティ、手荷物等も積載可能な小型自動運転バス需要に応じて輸送力を調整できるグリーンスローモビリティ等の新たなモビリティの利用を想定し交通広場内の北側に位置する多目的空間とその西側に隣接する北側駐車場2のエリアの一部を そのためのスペースとすることも考えています。これらの新モビリティは電動が中心であることから、EV ステーションの設置によりこうした用途にも対応できるものと考えます。はい、えー、今ご説明させていただいたエリアについて北原先生に解説をいただく前にですね、今日会場に。 模型がリニア駅前空間の模型が実はございます。まずこの模型の全体の説明から北原先生にお願いしたいと思います。はい、えっ、ー、とそれではあのちょっと簡単にご説明します。今回初めてあの模型をご覧いただいているわけですが。 あのまだあのこの模型は検討段階ということですので、えー、これからあの市民の皆さんのご意見を、えー、あのいただきながら、えー、詳細を詰めていくという、まあ、そういう段階の,あのものです、えー。簡単にご説明しますとあのなんとなくこの6.5ヘクタールですねこの新しい幹線道路 あの県道や市道に囲まれた幹線道,、えー、道路に囲まれた6.5ヘクタールだけを模型化してますのでなんとなく見た感じこう、えー、周りのですね町がないのでちょっと違和感が、えー、あると思いますがまたそれと,あの、えー、っとこの土蘇川がありましてでこの土蘇川のおこのまあ あのまあ、直近の環境ですねあのこれもあの将来的にあのもちろん整備していかないといけないわけですが今回はそのこの6.5ヘクタールの外にこうなりますので模型ではあの白地という形になっています。それからあの、えー ここに駅舎,があります、まあ、駅舎は実はずっとこちらの方までこう長い数百メートルあるわけですがこの6.5ヘクタールのところにかかってくる駅舎っていうのは、まあ、そこからここまでおおよそ250メーターぐらいの長さになります。でこの駅舎の,そのサイズについては先ほども、あの えー、説明がありましたが、まあ、高さ1 9ー,ー2 0ー,ーぐらいで幅が4 0ー,ーから、まあ、もしかすると広いところで5 0ー,ーぐらいになるかもしれないということですがこれもですねまだあの、えーあのえー、これからあの、えー、デザインについてもこれから検討していくことになりますのでとりあえずこのも模型では ここののぐらいい感じということでこうで <laughs> りえすそれではあの先ほど交通広場についての、えー、説明がありましたので、まあ、模型で一つ一つまた説明していきますとちょっと大変あの時間もあのかかってしまいますのでちょっと、えー、ポイントだけお話ししますと。 あのまあこちら側が北側あ広場ですねで、えー、こちら側が南、まあ、向こうがあの北になりますで、えーあのえー、こちらに河南段丘がこうあってその向こうにあの、えー、あの山並みがこう見える風越山あもこう多分こ,こっちの方だと思いますね。 それからこちらはあのずっとこちらを見るとあの伊山地その紅赤山脈という感じになりますが、この北側の駅前あの広交流広場ですねここに、えー、あの出てきて、まあこちらの方をこう眺めると伊那山地の方がこう見えるという形になります。そしてあのメインのこうあの交通広場が先ほどの説明のように、えー、ここに。 えー、レイアウトされてますそれからあの次世代モビリティの話が先ほどありましたけれども、えー、それに関しての,その先ほどブルーの表示が出ましたがそれがちょうどここですね。 えー、これについてはあの交通の専門家の先生に今あのご検討いただいているというあのことになります。それからあのもう一つあの EV 関係のちょっとお話がありましたがあのここにあのエネルギーステーションがこうあ,るありますがそこの直近のところに EV ステーションそれから先ほどあの えー、駐車場ここの駐車場ですねこの駐車場のこの辺りのところに EV ステーションそれからバスの EV ステーションということでこの辺りですねというあの説明が、えー、ございました。で、えー、南側の,あの、えー、交通広場というのはここにこう位置してますがあの、えー、コンパクトに、えー、機能的に。 まま、えー、まととっっていてていいいいい非常にに使いやすす広場になっていると思います北側の,あの交通広場は非常にいろいろな機能が複合しておりますので、えーあのえー、サイン計画をきちんとしてあの利用者の皆さんにあのよく分かるようにあの計画していく必要があるというふうに思っております。 であの後でまたちょっと話出ますけれどもこの北側の交流広場それからこの南側の交流広場これがその南北通路で、えー、この駅舎の下であのつながっているまあ自由通路でつながっているという形になっていますちょっと長い補足説明で失礼しましたはい先生ありがとうございましたそれでは。 続いてテーマ3の駐車場エリアについてご覧ください続いてテーマ3の駐車場エリアに関し駐車場に止められる駐車台数駐車場の状況に応じた柔軟なスペースの活用駐車場のし来など環境・景観への配慮以上3項目を説明いたします駐車場エリアについて 配置図で場所をご確認ください青色の点線が駐車場エリアとなり南側には多目的広場としても活用できる交流広場やコミュニティ広場を利用される方が駐車する駐車場として整備を進めていきます北側には主にリニアを利用される方が停車する北側駐車場1と北側駐車場2を整備します また、緑色の点線は、北側多目的広場となり、イベント時に活用していただくことを想定していますが、繁忙期には臨時駐車場として利用することも想定しています。駐車場エリアの駐車台数について説明します。報告会などを通じて、駐車場がリニア駅前空間にはどのように配置されるのか、 臨時イベント等に利用する駐車場は想定しているのか、どの駐車場に何台、また全体で何台車を止めることができるのかを示してほしいなどのご意見をいただいており、これらを踏まえた対応として、利用想定に応じた駐車場を5カ所設置する、北側多目的広場はイベント開催時等の場合には、 臨時駐車場として利用することを想定駐車台数は全体で500台を整備するといった方針をもとにこのエリアの実施設計を進めました駐車台数としましては北側駐車場1が71台北側駐車場2が220台北側多目的広場を 臨時駐車場として利用する場合に59台、広場利用者を主な対象とする南側多目的広場が115台、北側交通広場にある短時間駐車場が35台、合計で500台分の駐車場をリニア駅前空間に整備することを計画しています。 続いいて、て駐車場エリアのの柔軟なススペースの活用について説明します報告会などを通じて、リニア駅前空間の効果的な活用が大切、駐車場へは整然と車が止められる仕組みが必要、利用状況に応じた駐車場の使い方等を具体的に示してほしいなどのご意見をいただいており、 これらを踏まえた対応として、特に北側駐車場2と多目的広場については、状況に応じたフレキシブルな活用ができるようにする。そのために可動式の車止め、ボラードを設置し、駐車場の利用スペースをコントロールできるようにするといった方針をもとに、このエリアの実施設計を進めました。ここでは北側駐車場2と 北側多目的広場を連携させてフレキシブルに活用する例について説明します。北側駐車場2には平常時には東西の中央2カ所それぞれに稼働の車止めであるボラードを設置します。これにより南側のリニア駅前停車場線や東側の土佐川横断道路から進入した際には 青矢印のように時計回りで走行し、このエリア内で駐車していただくことになります。駐車場の利用者が多くなってきた場合には、稼働ボラードを下げると、青矢印のような時計回りの走行も加わり、北側駐車場2の北側部分を駐車場として追加で開放してご利用いただけるようになります。さらに 他の駐車場の関係等で、北側多目的広場を臨時駐車場として活用する必要が生じた場合には、土蘇川横断道路からの入り口付近にあるゲートを開くと、図のように北側駐車場2と北側多目的広場が一体となったエリアで駐車場として利用できるようになります。稼働ボラードが上がっている場合には、 北川駐車場二の北側部分と。北川多目的広場を。大規模なイベント等のスペース等で。活用することもできるようになります。北川多目的広場と。北川駐車場の一部を。一体的に活用したイメージです。これは以前の報告会でお示しした。イメージ図と同じものになりますが。北川多目的広場を。 北西から南側の稲山地を望んでいます。この広場は、マルシェやキッチンカーによるグルメフェスタ、焼肉日本一の街、飯田のイベントなど、多目的な利用ができる出来とすることとしています。なお、駅舎の形状・デザインは、今後、JR 東海に要望し、協議・検討していくためのイメージになります。 続いいて、て駐車場エリアのの環境や景観への配慮について説明します。報告会などを通じて、リニア駅前空間で駐車場が大きな面積を占めるので、景観面や環境面からの配慮が大切と思う、雨がまとまって降る場合なども想定して、防災の面にも配慮してほしいなどのご意見をいただいており、これらを踏まえた対応として、 駐車場や多目的広場、さらにはコミュニティ広場については、グリーンインフラの考えを取り入れた整備を進める。具体的には、雨水を浸透を修水できる機能を実現するために、緑化舗装や浸透トレンチの設置を行うとともに、景観に配慮した植栽を計画するといった方針をもとに、このエリアの実施設計を進めました。 駐車場や広場に関しては、グリーンインフラの考えを取り入れ、整備を進めていきます。一般的なアスファルト舗装ではなく、駐車場や広場はグリーンインフラの考えを取り入れ、整備を進めていきます。緑化舗装を大きく取り入れるとともに、地中には雨水を導き、その雨水を側面や底面から浸透させる 浸透トレンチと呼ばれる施設を設置しますこれに加え地表表面を流れる雨水を吸水するために植栽されたエリアを多く設けて雨水の浸透や集水できる機能を充実させますこれらにより豪雨時の雨水流出量を減少させ下流域への雨水の流出による影響を低減させることができると考えています また、緑化面積を増やすことにより、真夏のアスファルト舗装からの照り返しによる影響も低減させることができると考えています。駐車場エリアについても、模型を使って北川原先生に補足説明いただきたいと思います。先生、お願いいい、たた。ししまます。はわ、い、かりましたえー、っと、あのー 今あの、画面に出ておりましたあ北側のです、ねえー、多目的なあの駐車場エリアというのがあのこちらになりますねこれここ、こちらが駐車場2、こちらがあの駐車場1ですね。 えー、ここの、まあ、多目的駐車場っていうのは、えー、あのいろいろなあ、まあ、イベントやら、えー、たくさんの,、まあ、あの車の駐車が必要になった時にここも駐車場になると。ただ逆にここで あのかなり大規模なイベントをやるということになればここは駐車場ではなくてまあここ今模型であのこういろんなテントが並んだりあのしておりますけどまあ市場になったりとかいうことにも使えるというあの多目的駐車ススペースですねそれからあのこちらが南側の,えあの駐車場になりますがあのこちらはむしろそのまあ多目的広場といいますか。 あのできれば広場としていろいろな、えー、あの催し物に活用をすることができるようになってるんですが、まあ、あの駐車場としても使えるということであの先ほどお話がありましたようにこのここの駐車場それからこちらの短時間駐車場それから北側の駐車場12それから多目的駐車場これ全部合計すると大体500台というキャパシティ とということになります、ね、あの今後、まあ、あのモビリティ社会というのがどんどん、えー、あの進化していく中で,です、ね、この駐車台数についてはあの、えー、常に検討を繰り返しながら、まあえー、5年10年、えー、20年先の変化に対応し得るようにあのフレキシビリティということを考えて、まあ、そういう多目的ということで あの北側も南側ですね、えー、駐車場にしたりあるいは別の目的にも、えー、使えるようにするという形になっていますはい以上ですはい北側先生ありがとうございます続いてはテーマ四、交流広場コミュニティ広場についてご覧ください続いてテーマ四の交流広場やコミュニティ広場に関し 賑わいの創出、広場の居場所空間づくり、グリーンインフラの考え方、以上3項目について説明します。交流広場とコミュニティ広場について、配置図で場所をご確認ください。黄色の点線が北側交流広場、続いて南側交流広場があり、リニア駅高架下した空間を挟んで、 一体的な活用をすることも視野に整備を進めます。南側には、白色の点線で示すコミュニティ広場があり、沿路によって広場1と広場2に分かれ、イベントの規模に応じて大小の使い分けを想定しています。この広場は、災害の発生が予想されるような豪雨時の際の調整地としての機能も兼ね備えています。 交流広場、コミュニティ広場の最初の項目として、賑わいの創出について説明します。報告会などを通じて、調整地のためだけのスペースとするのではなく、市民の憩いの場となるような整備を検討してほしい、子供や家族で楽しめる明るい雰囲気のエリアとしてほしいなどのご意見をいただいており、これらを踏まえた対応として、 イベント時にはステージや客席としても活用することができる石積みや芝生などを配置して市民の憩いの空間を創出するそのために平坦ではなく起伏のある形状とし大雨の際には排水を調整する機能を併せ持たせるといった方針をもとにこのエリアの実施設計を進めました。にぎわいの喪失として、 南側交流広場を俯瞰したイメージパースをご覧いただいています。南側交流広場は、優位の広場として、住民や来訪者の居場所となる駅前空間を演出します。大屋根の下を活用して、マーケットやイベントを開催したり、緑により四季を感じられる空間を創出して、 憩いの場として利用していただくことも想定しています。南側交流広場が、イベントなどで活用されているイメージです。これも、以前の報告会でお示ししたイメージ図と同じものになります。広場や木造の大屋根の下を活用して、シシマなどの広いスペースが必要な催しも開催できる室内となります。 北側交流広場を俯瞰してご覧いただいています。北側交流広場は、交通広場や北側駐車場1、2と接続することから、市民、来訪者の方がフェイスとフェイスで交流ができるコミュニケーション、創造エリアの機能も想定していきます。また、緑の多い室内とし、落ち着いた空間も演出していきます。 高した空間の自由通路から北側交流広場を望んだイメージになりますこれも以前の報告会でお示ししたイメージ図と同じものになりますこの場所での来訪者の方々と地域の方々との交流の様子を描いていますまた広場の背後には河岸暖球さらにその向こうには 地元の山並みが望めます続いて交流広場やコミュニティ広場の居場所空間づくりについて説明します報告会などを通じて市民やリニアの利用者はもちろんいろいろな人がさまざまな目的に使えるようなエリアであってほしい交流広場やコミュニティ広場も固定的な使い方だけではなく例えば キッチンカーでの販売や、テント市の開催等、レイアウトフリーで自由な使い方ができるようにするといい、などのご意見をいただいており、これらを踏まえた対応として、住民、事業者のほか、学生、専門家等も一緒に議論を重ね、様々な人がいろいろな目的で利用できる自由度の高い駅前空間とする。交流広場と コミュニティ広場の間には縁路を設け、電気照明関係等の設備を配置することにより、マルシェの開催等を様々なイベントに活用できるエリアとするといった方針をもとに、このエリアの実施設計を進めてきました。こちらは南側交流広場やコミュニティ広場のイメージパースです。コミュニティ広場は縁路によって大小に分けられ、 さまざまな用途に活用できるようにします。園路脇は石積み都市それで区切られたエリアは単調な平面ではなく、起伏のある地形都市広場に人々が集まり、賑わいのある空間となるような室内としています。南側交流広場とコミュニティ広場、2カ所をつなぐ場所には大屋根を配置し、 広場を活用するときの拠点となります居場所空間の創出としてコミュニティ広場1でイベント等が開催されている様子です子ども向けのパフォーマンスやイベントを開催したりマルシェや屋台等を活用した家族での憩いの空間となるイメージによるにぎわいのある様子を描いていますコミュニティ広場2で イベント等が催されている様子です。仮設ステージでは、人形劇や音楽イベントが開催され、その周辺では、テント市などが出店しているイメージを表しています。こちらは、以前の報告会でお示しした、南側交流広場から駅舎正面、硬化した空間を見たイメージです。手前の広場では、 家族でのんびりしたり散歩したりできる居心地のいい空間として活用されています。南側コミュニティ広場2から北西を見たイメージです。こちらも以前の報告会でお示ししたイメージ図と同じものになります。この駅前広場からは東に伊那山地、南アルプスが望め西にも風越山をはじめとする 地域の山々を望むことができます。駅前広場内のさまざまな場所から、これらの山々を望める場所として、ビューポイント、支店場を確保していきます。続いて、グリーンインフラについて説明します。報告会などを通じて、賑わいがあり、さまざまな人の居場所となる空間づくりを進めるためにも、自然や環境に十分に配慮した リニア駅前空間になるようにしてほしいなどのご意見をいただいておりこれらを踏まえた対応として自然豊かで環境に配慮した駅前空間となるようグリーンインフラによる整備に取り組む施工および維持管理の面からも自然や環境への負荷を極力低減するといった方針をもとに実施設計を進めました。高雨時の 雨水の流れについて、模式図にてご説明します。工事の初期の段階では、緑地部に降った雨は地下に浸透していきます。舗装面や不凍水部における雨水は、浸透トレンチ層や水道へ集めます。浸透しきれない雨水は、浸透トレンチ層へ水を集めますが、 浸透トレンチ内においても浸透していきます浸透トレンチから地下へ浸透しきれない雨水はトレンチを通り雨水調整地へ流れていきます雨水調整地においても雨水をためながら地下へ浸透させていきます豪雨時において雨水調整地でも浸透しきれず水位の上昇が生じた場合に初めて 流流出口より河川へ放流しますこのようにして、豪雨時の河川への雨水流出ピークをずらすことにより、下流域での急激な増水による影響を低減させることができると考えています。はい こちらも北浦先生に模型を使って説明いただきたいと思います。先生、自由度の高い交流広場、コミュニティ広場がグリーンインフラなどの環境や安全面での配慮とともにいよいよ見えてきた感じがいたしますね。はい、えー、あのまあグリーンインフラというあの概念はあのここまああの昨今まあ。あの昨今今 世界中でですねとてもいい実例がどんどんできてきておりますやはり環境問題それから快適なイベント広場を確保していくということでですね大変重要な 技術的なな手法なんですけれども、まあ、これに関してあのあの今現在この模型でですねあのなかなかそれがこう分かるようなふう、えー、にはなってないんですがそれはあの基本的にはそのこの表面、まあ、地表面の下のことも含めてのことになりますので、えー、非常に専門的なあの説明になってしまいますので、えー、ちょっと省略あの少し省略しますが。あの えー、今あの、説明があった通りですね、えーまあ、例えば豪雨時の時も、えー、あの被害が出たりですねどこかに水たまりができてなかなかその水たまりが、えー、引けないというようなことがないようにですね全体のバランスを考えて、えーあのえー、豪雨時の対策、まあ 1>, 1時間100ミリから200ミリなんていうこともこれからありますのでそういったことを専門家に検証していただいたりそれからグリーンフラは実例をいくつも検証してですねそれでここ飯田ではどのようなグリーンンフラが最も適切なのか。 っていうのをこれから詳細を詰めていければというふうに思っております。あの先ほど説明がありましたその広場に関してはこのコミュニティ広場南側ですねこの大きなのがあります。それからこちらのあの北側に多目的広場というのがあります。でこのえっとあの広場にもそうなんですけれども。 えー、このコミュニティ広場にもそうなんですが、この例えば北側の交流広場もですね、ここから駐車場まで少し段差があります。あのまあ三メーターから4メーターぐらいの段差があります。その段差というのをですね、あの、えー、このまああの伊丹に地方、えー、に見られる、えー、いわゆる あの農地をこうだんだんにこう斜面をですね耕す時にだんだんにこうあのしますがその石積みのイメージですねあの古くからのこの地域の景観っていうものを取り入れてですねここで再現していかれないだろうかということであの各所に例えばここですとこういうところにその石積みがあります。これはあの非常に緩い のここに人がこうたくさん座ることができてこの交流広場であのイベントをやるとその観客席のようになっていくということがあのできます。あるいはこちらもです、ね、この石積みがあって、えー、観客席のようになっていてここにあのちょっとこう板張りのです、ね、ステージがありますが。 えー、そのさらにこちら側に人がたくさんこ,う、えーあの,えー、この広場芝生の広場に座ってこのステージで例えばあの非常に規模の大きなコンサートをやるというようなことができますね。先ほど説明で子どもたちの,あのイベントっていうことでこちらの,あの,、えー、あのコミュニティ広場の,、えー、あの絵が出ましたけれども。 ここの2つのつ広場をこう使いいい分けていくということうも、えー、できますねそれから先ほどキッチンカーがずらっと並んであのいるあのパースが出ましたがそれがあのこちらの多目的広場に、えー、なってきます。であのそ,れそれぞれの広場あそれからこの6.5ヘクタールの中全体でですねいわゆるその、えー、まあ 近景中景遠景中ですねこの特徴的なあの稲,稲谷地方の,あの景観ですね、えー、あの稲山地、えー、南アルプス、えー、あるいはこの河岸段丘、えー、それからその向こうの,、えー、あの山,山ですねあのえー、っと <laughs> まあ,向,あの向こうが北になってこのリニアはずっといてもう この辺から河岸暖球にこう入ってきますのでこの辺からもトンネルになるんですがこちらはずっと高架軌道でずっとあの、えー、天竜が渡って、えー、その向こうにあのトンネルに入っていくというような形ですがあのそういう非常に大きなスケールの,あの景観と、うん、いうのも、えー、配慮しながら。 えー、あの先ほど説明になりましたビューポイントっていうのを今検討を、えー、しているところです。で、あのー、少し付け加えますとあのこの模型で今この木がこう植わってるのが、あのーえー、今映像で、えー、ご覧いただいているかと思いますが、あのーえー、これも今、あのー、模型で。 検討中なんですが、これからあのこの地元のですね植栽に詳しいいろいろな職人さんや専門家多くの方にいろいろご意見を伺いながらこれからこの植栽について詳しいあの。 えー、あの計画を立ててい、えー、くことになると思います。まあ、ちなみに、今、この模型で、ですね例えば、ここにあの大きな木がありますが、これが大体、えーとですね、高さが十、十六メーターぐらいでしょうかね。あのえー、この木なんかは、やはり十七、八メーターぐらいの高さ。あのえー、大体、この模型では竣工。 まあ春光時に一応木を植えるわけですねそれで、えーまあ、10年20年30年って経つとどん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 木はあの大きくなってあの種類によってはですね、えー、例えばけやきとか白樫かしなんていうのはものすごく大きくなっていきますがあの、まあ、そういったのもあの10年20年30年とあの市民の皆さんがここの広場をどうしたいのかどう使っていきたいのか ということと合わせてこの植栽もですねあのえあの考えていくべきというふうに思っておりますこの模型では10年後ぐらいのイメージをあのえこの木の大きさですねあのえ作っておりますこちらの方まだちょっと木があのえ割ってませんが今模型では現在検討中ということで <laughs> 実際にはこの辺もこう少しあの木がこうえ来るわけですが。 あのまあ,あの中継円形のあのをどう見せるかっていうのもあの、まあ、巨大な木があって遠くが見えなくなってしまうっていうこともありますので、まあ、そういったことも配慮しながら、えーあのえー、検討を進めていくことになると思います。でそれからちょっと最後に付け加えますとあのここをもともとご存知のようにこう あの傾斜地なんですね。南と北ではまあ10メートル以上のあの落差があります。でその中であの、えー、あの非常に便利で、えーえー、安全性の高い交通広場を作っていくっていうことでこの交通計画非常に傾斜地における交通計画というのは難しいんですがあの現在のこの えー、交通計画の,あのレイアウトプランというのはあの、えー、何年もかけて最善の,、まあ、あの形を、えーあのえー、整えてきたというあのことになります。でこれをもとにしてですねあの、まあ、全体のフレキシビリティにですね先ほどもあのお話し出ましたが、まあ、交通計画においてもそれからこの今の広場 ですね、についてもあのフレキシビリティというのを将来に、えー、いかに残していけるかというところをさらに検討していくとでその中でこの傾斜の扱いというのをですね、えー、注意深く考えていかなければいけないとあの土木ではここで工事するとです、ね、土がいっぱい出ます。そのの土をでできるだけこの場内で <laughs> あの 活用でできればですねその土をどっかに持っててかなくて済むわけですね、えー、それをまあ工夫するということで先ほどもちょっと説明ありましたがあのあの非常にこう、まあ、あの大きなスケールの,この例えばこの広場ですねあの大きなスケールなので起伏をつけてですねつまり土を少しこう持って少しこう高い丘のような部分があって、えー、そこでこう子どもたちが 遊んだり、えー、できるということでまっ平らではなくて、えーま、適度な起伏があってちょうどあのこう目線で例えばこういうところにいるとこうあのなだらかなこう丘があの重なって見えるようなです、ねあのえー、そういうことを考えて、えー、いわゆる残土の場内処理ということを努力していくべきと。 いうまあこれはあの環境のことを踏まえてですねそんなこともあの合わせてあの検討を進めているところでございますはい以上になります先生ありがとうございました実に多角的に模型の説明で理解が深まったんではないでしょうか次にリニア駅前空間全体のイメージを各方向からご覧ください。 続いて、今までのテーマ2からテーマ4の内容を踏まえて作成した長官パース図を3方向からお示しします。まず、東側から西側を望む全体のイメージを。次に、南側から北側を望むイメージを。最後に、北側から南側を望むイメージを、それぞれご覧ください。駅前広場を中心に捉えた 広域的なな全体パースとなります真ん中には、リニア中央新幹線の本線とリニア駅があり、その両側に駅前広場が広がっています。リニア本線に向かって、右側が駅の北側で、駐車場や交通広場等の交通結節機能がまとまっています。向かって左側には、リニアの利用者だけでなく、 地元の市民も憩いの場として使うことができる広場的な機能を集めています。基本設計時における整備コンセプトの自然と調和を目指した駅前空間、地域と一体化した駅前空間を目指し、駅前広場だけが周辺となじまない空間とならないよう、調和の取れた駅前空間となっていることがご覧いただけると思います。 続いて、南側から北側を望むパースになります。南側には、イベントの際に活用していただける広場をメインに整備する計画です。広場では、さまざまなイベントが開催されるだけでなく、地域の方が家族でのんびり過ごしたり、散歩したりできる居心地のいい憩いの場として活用されることを想定しています。 大小のコミュニティ広場では、石積みのステージを活用したイベントが開催されている様子がご覧いただけます。最後が、北側から南側を望むパースとなります。北側には、交通広場や駐車場等のリニアを中心とした交通結節機能がまとまっています。駐車場や多目的広場では、緑の多い室内となり、 四季を感じられる落ち着いた空間が演出されますはい、いかがでしたでしょうか以上をもちまして実施設計についての内容説明を終了いたします続いてリニア時代のまちづくりに向けてのトークセッションを行います お待たたたせいししましたこれよりトークセッションを行いますここでは「リニア時代のまちづくりに向けて」をテーマに小澤先生北川浦先生佐藤市長のお三方にまずモビリティとまちづくりについて次に駅前広場の利活用地域らしさの具現化と居場所づくりについてそして官民連携の取り組みについて。 次に、リニア事業の、リニア事業と健全な財政運営について。最後に、共に取り組みましょうの順に話を進めてまいりたいと思います。さて、まず最初はモビリティとまちづくりについてです。こちらは小沢先生にお話を伺いたいと思います。小沢先生、 次世代インフラプロジェクトのチームリーダーとしてこれまでご尽力いただいてきたわけですがリニア駅周辺の交通計画を検討していたこの間にもです、ね、モビリティを取り巻く状況というのは驚くほど変化し続けていますね。モビリリティとととと、づくりいいうことに関して言いますとこのリニアのの新幹線の中間駅を抱える、 その都市地域っていうのは世界的にもです、ね、あのそんなにたくさんないわけですし特にこの大都市を結ぶという世界で初めてのリニアの新幹線の、えー、中間駅、えー、それを抱える都市としてですね、えー、その地域づくりにおいてもあのモビリティを生かした その斬新な二世帯型の街づくりのモデルをお全国に向けてあるいは世界に向けて示すということがあのできると非常に、えー、いいかなとあるいはある意味でそれが責任かなとそういうふうに金がね思っておりますでそういう意味で、えー、今日あの北川先生の方からあ非常に具体的にお話になりましたあリニアの6.5ヘクタールの 駅周辺のエリア、えー、ここに置けますモビリティ関係の、えー、骨格施設ですね、えー、それについて、えーあの、市民の皆様方の意見を踏まえた形で具体化されているということが、 あのだいたいイメージ、えー、持っていただけたかと思いますけれども、これからはあそれに加えて、えー、先ほど申したように、次世代型のこのモビリティを含む新しい街づ、ま、くりをしていくということでいきますと、その骨格となる施設に加えたそのいわゆるソフトの部分が非常に重要になってくると。 いうこととになるかと思いますのでこの部分についてはあの行政と地域の皆さんの共同がさらに重要になってくると思いますので引き続きあの、えー、共同関係を持ちながらあの体化に向けて進めていくということが重要だと思います。 あの小澤先生の方からも地域に合わせた取り組みというかいよいよ共同の段階というような、まあ、お話がありましたけれども今お話聞いていてかがでしょう、はいあのまあ、交通の分野の、まあ、いろんな技術というのはどんどん進んでいきますので。 まあそういったものをこう,うまくう取り入れながらまちづくりをしていくということでもありまた今あの小澤先生からお話があったようにこれはあのまあ行政だけで考えるということではなくてえ事業者の皆さんだったり利用する市民の皆さんだったりあるいはもう少し広域的な視点を入れたりっていうまあそういういろんなあの観点からまたいろんな方々に参画していただいて考える必要があるということだと思いますね。 そうですね。小澤先生ありがとうございましたそのままお待ちくださいませ続いて、えー、次の内容に参ります。 続いては駅前広場場ののの利活用についいてて地域らしさの具現化と居場所づくりり話題へ進めてまいりますこちらは北川原先生にお話を伺っていきたいところなんですが先生もトータルデザインプロジェクトのチームリーダーとしてこれまでご尽力いただいてきたわけですが先ほどこの模型を使ってのエリアごとの解説イメージパースいろいろなイメージパースと相まって非常にこう駅前広場の可能性に私ワクワク したんですけれどこれからまさに今の話じゃないですけど具現化ですね、はいえー、あのおっしゃる通り、そりど,どのようにしてその具現化していくかというところがあのこれからの大きな課題になると思うんですがあのこの,あの飯田地方にはあの、えー、先ほどもお話し出しましたが非常にこう美しい自然環境、えーまあ、すぐ。 近場のの田園の美しさそれから遠方の山並みにですね空もあの綺麗だし夜になると星空が非常にあの美しいので、えー、まあ,あのそういった意味ではこの駅前広場の照明計画もですね飯田独自のことを考えていかなければいけないんですね。私の,あの友人であのもう天文学 社と言っていいような人が実は飯田に今住んでまして <laughs> あの、えー、夜のような夜な空を <laughs> <あ>の <laughs> ものすごい望遠鏡でですね <laughs> 自分の家が天文台みたいになっていてあの見ている、うん、そうで時々それメールの写真を送ってあのくださるんですが大変。あの いやーやっぱり綺麗だなと東京じゃちょっと <laughs> 考えられないあのそういったことも含めてですねやっぱり自然の,あの美しさあのその財産っていうのがまずあるそれからあのえっ、ー、と例えば民族芸能ですねこれもあのすごいですねいろいろ私はあの人から聞いたりあの市役所に大変詳しい方もいたり。 えー、あの、いろいろお話を伺ったり、本をちょっと、あの、読んだり、なんかしてきていたんですが。実は昨日の夜、あの、遠山郷に行きまして、えー、岡村を、あの、見ました。あのー、下祭はい、霜月祭り、ね。ではい、霜月祭り。うん、はい、もう感動しましたね。あの、あ、こういうの、今残っていて、しかも。本当に、あの、感動したのは、僕は実は、あの。 えっと、お年寄りしかいなくてお年寄りがなんか元気,元気なくやってるのかなと、まあ、僕も年寄りの仲間 <laughs> なんですけど体力がないからやっぱりあの、えー、なんかおとなしく静かにやってるのかなと思って行ったらですねそうじゃないんですもちろんお年寄りもいるんだけど若い人たちがものすごい勢いでやってました。でこんな小,いあの小学生の子供もです、ね、お面をかぶって 踊るんですねでもう踊るっていうかですねもうものすごいですあのこうなんかこうっあッと体当たりしていってぶつかったりですねあのそういうなんて言うんでしょうかこう魂の、えー、叫びというかですねあので昨日あの、えー、僕はあのこうやってもうそ,その狭い空間の中にあの入ってですね もうそ,のその渦の中にこういたんですがあの昔あの梅原武さんっていうあの、えー、学者があのもう本当に日本人って実はおとなしくて、えー、こうストイックで、えー、なんかじっとしていているように見えるけど実はものすごいその激しいものをあの内部には持っていてそれが一挙にその 表現されるる外に出るのがお祭りなんだとで、えー、縄文時代のその火炎時計を見ればわかるじゃないかということであの以前お話を聞いたことがあって日本人っておとなしそうに見えるけどお祭りの時にはもうものすごい <laughs> パワフルになるっていうのは昨日の夜、はいあのえー、遠山の方であの神楽を2つの神社に行ってあの見てですねあの えー、本当に実感しましまたそういうやはりあの素晴らしいあの民族芸能それからですねこれ話してると時間がまたあれになっちゃうんであの伝統文化もものすすごいですよであのちょっと後で補足しますこの大屋根もその伝統文化のですね網代傘あっていうのから始まって、えー、水引きのイメージっていうものもこう全部インクルーシブに表現。 あのしてあのいるんですけれどもその伝統文化もですねあのいろいろな形でそのこの,あの広場にですねあの再現されたらどんなに素晴らしいことかなというふうに思います。あのなのでなんとなく劇場風なあの劇場空間的なものがそこかしこにできるようなちょっと仕掛けをあの、えー、あのこの広場にで 広場の計画としてて考えてありますさらにですねこの6.5ヘクタールの周りですねこの周辺のあのにお住まいの皆さん、えー、この周辺地域さらには更にも市街地全体を含めてこの6.5ヘクタールだけではなくて全体がですね新しいあのこれからの,のこう力をですね えー、あの獲得していって未来が見えてくるといいなとまあそれにはあの市民の皆さんの力が一番ですがやはりあの行政の皆さんそれからあのここにいらっしゃる市長さんの何と言っても力が一番ですので是非頑張っていただきたいなという <laughs> あのふうに思います。でちょっと付け足しであれなんですが大屋根についてあの、えー、ちょっと説明しますと。 まあ先ほどもちょっとあのえあの説明がありましたが大屋根は上物になりますのでまたこれからあの詳細をですね詰めていったりまあ配置計画にしてもまだまだこれから検討えあのしていくところなんですがあのえ基本的には あの木造の大屋根になっております、まあこれはあのやはりあの何度もお話ししてきましたがやっぱり世界的な環境問題ですねで飯田市がいかに環境に対する意識が高いかということの,あのまあ象徴的な表現にもなってくるしあの飯田はあの森林がたくさんあって、まあ、長野県全体が森林県と言われておりますので県産材をですね あの使ってあの地域の,あの、えー、資源がですねこういう形であの表現されてるということがあのできればいいなとでさらにはこの大屋根を作る仕組みですね作る仕組みに必ずその市民が参加していく、えー、地元の、えー、専門家工業高校もありますしあのいろいろなあの若い人たちや先生方や えー、大工さん職人の皆さんたちが、えー、頑張っていただいてそこにまた市民もこうかかあの加わってですねであの作るそして作る,作るのは一歩目ですからそれから20年30年40年とあの、えー、どのようにそれがこう、えー、進化していって変,あの変化していってですね本当に市民の皆さんのものになっていくかっていうことが大事だと思いますので。あの ぜひそのようにあの、えー、お考ええー、いただいてまた市民の皆さんからたくさんあのご意見をですねいただいて、えー、検討していければと思ってあのおります。はい、ありがたい熱い思いをお聞きしましたが市長いかがでしょう、はい、あの今の北川先生のお話の中いくつかねあのお話論点があったと思うんですけれども。あの 今の大屋根のお話であったりあの最初の方でお話のあった照明計画だったり、えー、このまあいわゆるは上物と言われているもの土木今回土木の一石をまあ固めようとしているわけですけれども、えー、この上にどういったものを載せていくかこの議論はぜひあの行政がもちろんあのイニシアチブ取りますけれどもあのいろんな方に参加していただいて えー、より良いいいものにしていきたいと思うんですねでその中ではあの今、えー、伝統文化の話もありましたけれども、まあ、この地域のまあらしさだとか特徴だとか、まあ、そういったものがこう,うまく、えー、反映したりあるいは利用の中でそれがあの、えー、現れるような、まあ、そういうあのステージをあの作っていくっていう、まあ、そういうつもりでですね関係者で、えー、一緒に考えていけるということじゃないかなと思います。 先ほどあの「市長頑張れ」というあの応援メッセージいただきましたけれどもやはりこれはあのもちろん私もあの、えー、一緒に考えますけれどもいろんな方々にあの参加してもらって、えー、組み立って,ていく、まあ、そういうことでじゃないかなと思いますね。居場所についてもたくさんの,あのご意見を あの意見交換会議の時いただいたんですけれどもそれだけ可能性と期待感も市民内外の皆さんから大きいということなんでしょうかね,そうですね。あの 期待もあるし、まあいろんな使い方の可能性をかこう残しておいてほしいということなでもあると思うんですね。あの先ほどのあの第一部の説明、北原先生の説明の中でもフレキシビリティっていう言葉が出ていましたけれども、あのいろんなこう使い方の可能性っていうのをこう常に残す形でえ使っていくっていう、まあそういうあるいはあのいろんな整備もそういうことを気にあの気にかけながらやっていくっていうこれがあこれからの時代の のこういったインフラ整備のあり方ではないかなというふうに思いますなるほどありがとうございます話はつきませんが続いて次の話題に進んでまいります続いては官民連携の取り組みについてですこちらは市長にお話をいただきたいと思います、うん 成果発表を見ていく中で改めてですねこのリニアの駅前空間のというかこの周辺に可変性のあるこう空間といいますかね多いなという印象だったんですけどもそのそれぞれの空間の狙いについてもう一度市長の方からお話しいただけませんか。はいあの、まあ、それぞれの空間というよりはこの6.5ヘクタール全体が先ほどからずっと話が出ているこう 将来への可能性をこう常に残しながらあのフレキシブルに対応できるようなっていう、まあ、そういうあのことですのであのコミュニティ広場だったり多目的広場だったりあの交流空間だったりっていう、まあ、そういうあのネーミングはまあつけています。 いいろんな使い方はこれからあのありうるんんだと思うんですね、えー、でそれをあのまあ行政の方で考えてこうですっていうふうに断定してしまうというよりはここはこういうふうに使えるんじゃないかっていうまあアイデアをいろんな方々にこう出していただいて実際にその,あの担い手になってもらうっていうそういうことをこう繰り返していく中でどんどんこう成長していくっていうか。 あの使い方がこんな使い方もあったかっていうのも出てくる、まあ、そんな感じでこ,うこの空間の利用が進んでいくといいなと私は思っていますけど。 北川先生いかがですかって、私が振っていいのかな。<laughs> あの、もう、あの、市長が全部お話しされたんで、あの、えー、あの、付け加えることはないんですが、あの。あの、振り返ってみると、もともとこの結の広場っていう、あの、考え方が、その。まあ、結、まあ、結ぶですよね。結ぶって。あの、まあ、古語で結す日と。えー、あの、いうようで、えー。これって、あの、魂を、あの、結ぶっていう、あの。 こうあの漢字でで書書くと、えー、書くとようなんですがさらにあの遡ると魂をあの生産の産とそれからあの幽霊の霊ですねでそれで蒸す日っていうふうになんかあの、えー、読んで、えー、いたようなんですがさまざまな多様なものが、まあ、この地域にあってその多様な素晴らしい魅力や あの財産資産その資源そういったものがあのこう結ばれていくというその象徴的なこう意味を持ったあの広場になるんだろうなというふうに、まあ、思っておりますのでその多様性こそ、まあ、市長言われたようにその、えー、いろんなこれから考えをですね実現していく余地を残していくっていうその柔軟性フレキシビリティ とと、えー、いうことを可能あのやはりそれが必要でそれによってこう多様性っていうのがご実現していくと思いますので、まあ、ダイバーシティの広場としてですねあの,、えー、ぜひこうあの市民やっぱりあの市民の皆さんの手の中にある広場っていうか手の中にある広場なんだけどそれがこう展開してそれがさらに街になってる。えー そうなるほどあの今の,あの北原先生のお話あのまた受けて「小沢先生取れますかね?」「官民連携」ということでこの連携に関してはあの小沢先生もひ非常にあのあのご意見というかお話ししたいことがあるんじゃないかなと思うんですけどいかがでしょう公民連携という考え方は あいろいろな場面で使われ特に地域づくりの政策それから地域政策の実行というリニアの地域づくりにおいてもこの公民連携というのが一つの旗印になっているかと思いますが重要なことは公民連携という場合の中には高校の連携また民民の連携も含めた 広い意味の公民の連携の仕方を構築をする必要があるかと思います。したがって公民連携という場合に行政と市民地域の方々による連携というだけにとどまるのでは不十分で行政と行政国県市それから市相互の連携 市町村相互の連携それから民という場合にはあの市民地域の方々というだけではなくてその地域の中にあります産業のプレーヤービジネスプレーヤーそういう方,も方々も非常に重要になるわけでありますから広い意味の民広い意味の子それぞれがあの相互にこう連携するその仕組みを作るというのが あの一番重要ななポイントになるかと思いますそういうことでこれからその公民連携広い意味の公民連携をこのリニアを中心とした地域づくりを進める中でどう関係者が十分に、えー、あの協議していくことが必要かと思います小澤先生からその公民という連携だけではなくて。 公の間もの例えば県市町村という連携も大事だしあの民の同種の連携っていうのも大事だしっていう,こういろんなこう、えー、複合的な、ね、連携が非常に大事なんじゃないかという、まあ、そういうお話があったわけですけれどもあのあのまあおっしゃる通りじゃない。 かなというふうに思いますね。はい、前あの市長前回のトークセッションの時もあの二部ですね。地域の魅力をリニア駅前の広場とかこの空間でどうアピールして自分たち自身がまず楽しめる仕掛けをまん、あ、みんですよね。まさにどれだけしていくかといった話題も確かお話の中で出ていましたよね。出ていましたね。あのえー、っとまあ、いくつかというかどんあの目線があると思うんですけれどもあのリニア駅なんで。 つい外から来る人のことをすごく考えがちなんですけどもあのそれだけではなくてやはりこの地域の中に溶け込んだ空間としてこれ地域の人同士の交流ということももちろんあるのであのリニア駅の利用者のことだけを考えるというよりはあの、まあ、この空間というのはもっとあの広い市民の皆さんやそのリニア利用者以外の外部の皆さんもこうこ,こでいろいろなあ アクティビティをするっていうまあ、そういうあの、えー、空間になるといいなというふうに思いますね。 そううですすねありがとうございます続いて、えー、今度はリニア事業と健全な財政運営について話を進めてまいりたいと思います。こちらも市長にお話を伺っていくんですが、まあ、昨今の社会情勢を反映して、はい、前回もあのこの市役所に対しての、まあ、整備事業費についても多くのご意見を頂、まあ、い,いたところではありましたね。はいあの多くの方々 からあのご心配をいいいいただだいている点だと思いますあの公共事業にありがちなですね当初の計画よりもずいぶん数字が大きくなったっていうまあ、そういうようなことがまあ心配されるわけで、えー、加えて今おっしゃったようにこう最近のこう物価高とか資材高っていうことを考えると事業費は一体いくらまで伸びていってしまうんだろう、まあ、そういうあのご心配をいただいているんだと思います。 我々もですね、あもそういった意味では、全体で91億円という基本設計時の概算を持っていますので、これを大きく逸脱することがないように、常に考えていかなければいけないなというふうに思います。 えこれからあの具体的なあのえ中身を詰めていくに従ってあの事業費の方もだんだんこう積算が進んでいくことになると思いますけれどもあのその時にこうえいくらでもっていうことにならないように泡天井にならないようにあのしっかりえ抑制しながらですね、えー この今、固めつつある実施設計そしてこれから検討する利用の方法、まあ、こういったものがあのいい形になるようにこう財政とのバランスを考えながらやっていくこれが大事なことではないかと思います。はいいありがとうございました トークセッションの最後にはですね今も本当にあの熱く語っていただいているんですけれども共に取り組みましょうということでリニア駅前空間をどう使っていくかそして育てていくかというお話について先生方、市長の思いあるいはこれからの期待をぜひお聞かせいただきたいと思います。まず北川先生いい、かかがでしょうかはい、あの えー、あのその辺のところも含めて念頭に置きながらあの今日のお話をしてき、えー、たつもりなんですが是非これからそのソフトのプロデュースですねあの、まあ、ブランドクリエイトっていうようなこともあるでしょうしどうやってこの6.5ヘクタールをマネジメントしてで未来に最善の形でこうあの伝えていくかっていう。 あのそこが非常にあのその手腕が問われるということになると思いますのであの、まあ、この模型はあくまでこれはハードでフィジカルなものですがこれをどうしていくんかっていうのはこれはあのソフトの話見えないわけですけどそれが実は最も重要だというふうに、えー、思いますので、えー、その点で先ほどの官民連携のことも、えー、踏まえてですねあの えー、私はどちらかというとあの市民の皆さんが主導してこう、えー、市民のものになるようになるようにこう <laughs> あのソフトが構築うされていくことを、えー、ぜひ期待したいっていうふうに思っています。はい。ありがとうございます。小沢先生取れますかね。小沢先生もぜひはいお願いします。聞こえますか。聞こえます。はい。 それではあのこれからどういうふうに広場を育てていくかということに関しましてですがあのエリアマネージメントという言葉がちづくりの中にあるんですよね。でこれはあの行政がそのいわゆる公共施設の管理をするというあの枠を超えてそこで生活やビジネスやあるいはそこのにその往来する人たち い,いわゆるその関係者の方々が、あのー、みんな共同でどういうルールでこのエリアを豊かにしていこうかと使い勝手がいい安全なエリアにしていこうかということについて、まあ、ルールを決めて、えー、それをみんなで共同して役割分担し,しながら、あのー、運営していくとああいうエリアマネージメントっていうのが。 もう定着をしておりますが、えー、今回の場合にはそこにそのモビリティという要素も入れて、えー、エリアモビリティマネジメントという視点での,その全国的にも先駆的なあの仕掛けをこの地域でぜひやっていただけたらなと。でそのことがのこの6.5ヘクタールのおーその 素晴らしいデザインされた空間をより豊かにしていく、まあ何て言いましょうか仕組みや仕掛けやルールやというものがそこに出来上がってくるのではないかというふうに期待しておりますのでそういう取り組みをこれからぜひ進めていったらいいのかなといういいに思います、はい、小澤先生ありがとうございます。佐藤市長 今の,あの熱いそれぞれの先生方からのメッセージを受けて市長の方からもお願いいたします。と、はいあのー、うういう,こう夢の部分があ,あるわけですけれども、えー、とそれをまあ支える今エリアマネジメントという話がありましたけれども。 いや例えばこの空間全体の維持管理を誰がどういうふうになっていくのか、えー、駐車場の利用というのはどういうふうに誰がこうマネジメントするのかそして今あのモビリティのマネジメントの話も出ましたけれども、まあ、それも含めて一体的に誰がどういう形でやるのかこれはあの非常にあの難しいテーマでもありますけれども。 あのこれはやはり行政だけでということではなくてあのいろんな専門家の皆さんや、えー、事業者の皆さんのあの知恵と力を合わせてやっていかなければいけないということだと思います。えー、最後にみんなでっていうテーマを設けていただいたわけですがあのまあ、まさに本当にみんなでやらないとこれはできないんだろうなというふうに率直に思います。でですので、まあ 今日はあの小澤先生北川先生っていう、まあ、それぞれの分野の専門家の方に、えー、このセッションに入っていただいてますけれどもこれからさらにいろいろな知見をお持ちの方々にこう参画していただいて、えー、この空間が利用する人がまあ楽しく利用できてそれがあのちゃんとマネジメントされている、まあ、そういうあの、えー、空間になるようにですね、えー、大変難しいですけれどもみんなで一緒に考えていきたいと思いますので本当に。 今日あの,、えー、の小沢先生、北川先生はじめとしてですね、えー、いろんな方にぜひご協力を引き続きき続いいいただきただと思います。はい、まさにこれからあのこの実施設計から先はまさに共に市民やそれから多くの皆さんによって育てていくのがまさにこの空間ということなんですね。そうですね。 ですので、あのそういう難しいテーマっていうのは、まあ行政の方で中心に考えますけども、あのどう利用するかというこう夢の部分っていうのは、ぜひあの市民の皆さんにあの積極的に関わっていただいて、こう当事者としてですね、えー、こう、えー、参画参加してもらうっていうそういうあの動きをもっと広めていきたいと思いますね。あの正直まだまだあの、えー、このリニアの駅前、えー、広場の整備について、えー、知らないとか。 あの関心を持ってもらっていない方々がいっぱいいらっしゃいますのでそういった方々に対しての、まあ、情報発信からもう一回しっかりやらなきゃいけないと思いますけれども、えー、ぜひそこからです、ね、大勢の方々にこの、えー、プロジェクトに関わっていただきたいなというふうに思います、はい、ありがとうございました。えー、ということで本日の実施設計の成果発表はいかがだったでしょうか。 今後周辺塔料やリニア本線のですねハードの部分の整備は徐々に進められていきますけれども今もお話にありました通りり共に育て作り上げていくというこの駅前広場のソフトの分野は今後も地域の皆様と共に検討を深め進めていきたいと考えています小澤先生そして北川原先生本日は長時間にわたりありがとうございました。 あり,ありがとうございます以上をもちましてリニア駅ができる町飯田リニアの駅リニアの駅ってどうなるの実施設計の成果発表会を閉会いたします長時間のご視聴ありがとうございました <music>